常緑紅葉樹林とは、落葉する時期のない、主として紅葉樹からなる森林のことである。熱帯から暖温帯の雨の多い地域にだけ見られる熱帯雨林を構成する樹木である。樹木は、太い幹で体を支え、そこに水や栄養を蓄えて、葉を広げて光合成を行う。葉は、平たくて薄く、乾燥や寒さには弱い構造である。 熱帯で年中雨が多ければ大きな葉を広げて年中光合成を行うのが可能になるが乾燥や寒さが定期的に来るとそういうわけにはいかなくなる乾燥や寒さに対しては葉を小さくしたり厚くしたりすることで抵抗することができるそうやって対抗できるうちはいいがそれでも間に合わない辛い時期には葉を捨てることで対応する 葉の使用期間は短くなるが、都合のいい時期だけに葉を広げるならば、葉を厚くしたりする工夫は少なくて済む。そういうわけで、熱帯であっても、寒気の厳しい場所では、その時期に葉を落とすものが現れる。このような森林を、アミリクリンと呼ぶ。また、温帯では、ある程度以上冬の寒さがひどければ、その時期に落葉して、落葉樹林が成立する。そういうわけで、 常緑紅葉樹林は、熱帯では寒気と雨季の差の少ない地域での熱帯雨林。温帯でも暖かい方、暖温帯での森林に限定される。暖温帯で樹木が落葉せずにやっていける地域には二つの方がある。一つは地中海周辺に代表される夏に雨の少ない気候で、ここでは冬に葉を落とす必要はないものの、夏が厳しい条件なので葉は小さく硬く。 樹木の背はあまり高くなれない。この森林を紅葉樹林という。もう一つは日本に見られるもので、夏に雨の多い地域に出現する昭葉樹林である。ありがとうございます。